次の子が欲しいのになかなかできない。どうして私は次の子ができないの？保育園や幼稚園では周りの人みんな二人目妊娠しているのに私はなかなかできないわと思っている方、実は子育て疲れが不妊の原因になってるってご存知でしたか？港区で相談できる薬屋さんを運営しているしーちゃん先生です。今日は次の子不妊は子育て疲れが原因ですという話について語っていきます。子育て疲れっていろいろあるんですけども、第1位はですね、まず子供が病弱だっていうことが大きいです。子供がしょっちゅう熱を出して毎週毎週病院に通っていたり、熱を出してそれに付き合ってお母さん徹夜ですとかなり疲労困憊になっています。徹夜になりますとね、基礎体温ぐちゃぐちゃになっていくことが多いです。まず子供を元気いっぱいにして、なるべく感染症にかからないような状態にする。それによってお母さん少し楽になりますから、それから妊活を行ってもいいのではないかと思いますし、お子さんによっては小さい時にあんだけ風邪ひいてたのに大人になったら全然かからなくなったっていうこともありますから、元気になる時期を待って、そこからお母さんの体を作って妊活するっていう方法もおすすめです。栄養状態をまずチェックして、バランスの良いものを食べさせるのと、子供にジュースやアイスクリームなどのとっても甘いようなおやつや飲み物を控えてみるっていうことでも子供の虚弱さを改善できたりしますので、ぜひやってみてください。それと早く寝かせるというのもとっても大事です。子供がもしも病気にかかりやすかったら、今から30分、1時間早く寝かせてみて、それに合わせてお母さんも寝てしまうっていうことをお勧めします。二人目不妊は何でも全部自分でやろう、完璧にやろうとすると、子育てだけで疲れているのに、家事も完璧ってなるとね、辛いんですね。なので、子供と一緒に寝てしまって、あとは旦那さんにお願いするとか、朝に持ち越してやるとか、ちょっとね、子供と一緒に早く寝てしまうっていうのが大事ですね。なんでかっていうと、子供ってね、お母さん隣にいないとなかなか寝なかったりするんですよ。だから子供が寝たら、後で家事やろうってやってるとですね、結局子供が寝てくれないなんてことになるから、夕飯早めに食べてですね、もう2人でお風呂に入ってしまって、本を読んであげながらお母さんと一緒に子供も寝てしまうっていうことでやると、お母さんの疲れも取れますし、子供の虚弱さも変わってきますので、ぜひそれはやってほしいなと思います。次に、おっぱい成人による栄養失調です。甘母ってやっぱりお母さんの栄養ね、とっても大事ですし、母乳が赤ちゃんにとってとっても大事ですみたいなことはよく言うんですが、お母さんの栄養状態が良くないのに子供にその栄養を与えることで子供が虚弱になる可能性もゼロではないんです。お母さんの栄養状態どうですか？母乳を与えることを考えて栄養満点にしていますか？例えば帝王切開でたくさんの出血をしたり、または出産時に出血が多かったっていうお母さんは母乳がなかなか出にくいと思うんですけれども、それをなんとか出すようにして絞ったような感じでお母さんのエネルギーを子供に与えていると、お母さんはすっからかんになっていきます。母乳にこだわるあまり自分の体力を削ぎ落としていくと、それが後々に二人目不妊になってしまいます。お母さんの体力温存を優先させ、次の子を考えている場合は甘母にこだわることなく混合にしたり、私なんかはミルクにしたりっていうことで、ある程度こだわりをちょっと横に置いとく、お母さんの体をしっかりと立て直すという時期にするといいかなと思います。またね、おっぱい成人すぎてかわいそうだっていうお母さんがいたんですよ。その時私がお伝えしたのはね、じゃあもうおっぱい出てるし、子供もおっぱい成人だったら、お母さんと子供と納得するまで母乳で育ててあげたらどうですか？それが終わったら次の子を妊娠しましょうよっていうことで、一旦お休みしたんです。で、子供とじっくり向き合って、思い残すところなく、甘母を続けました。その後体作りを行って栄養満点にして妊活に取り組んだところ、長引くことなく程なくして妊娠したっていう例もあるんです。お母さんが精神不安があったり体調不良があったりっていうのは、実は栄養状態が良くない可能性を意味しています。その栄養状態が良くない状態のおっぱいを子供にあげるということは、子供の虚弱さにもつながってきます。
お母さんが食べる栄養で母乳ができているので、そのあたりしっかりとフォローするのと、そういう時があればですね、おっぱい成人の場合は一旦おっぱいが納得できるまで間が空いてもいいんだわという開き直りで、他の人ができてるできてない関係なく、私はこの子と向き合ってしっかり母乳で育てるんだっていうことで、それを優先させ次の子を作るっていうのを少し後回しにするっていう考えがおすすめです。3番目は復帰が早くて疲労困憊の次の子不妊です。1年取れる有給だったり、1年取れる産休だったり、ちょっとしーちゃん先生ね、経営者なんで産休も育休も取れないんですけどね。だからちょっとね、期間わかんないんだけど、最長2年ぐらい取れるんじゃないかと思うんですけど、どうでしょうかね。しっかり全部取ってほしいんですね。次の子不妊になりたくなければ、できればもう最長で取ってほしい。そんな風に思ってます。しーちゃん先生よくですね、お伝えしてます。第1子妊娠中から第2子妊活が始まってますよってお話ししてます。それはなぜなのかっていうと、第1子を栄養満点で心の安定した子に育てることによって、夜泣きを最小限にすることができるんですね。ビタミン、ミネラルがしっかりとしている子は、育てやすい子、ビタミンベイビーなんて言われてますけど、一般的には育てやすい子に生まれると私も思っているし、しーちゃんメソッド界隈でも育てやすいですと、同じ母親に姉妹で子供をお世話になっていて、妹の方はちょっと大変だったんだけども、私は育てやすい子でしたっていうことで、他の子と比べてうちの母がこの子は本当に育てやすいねって言ってましたっていうことだったので、まあ主観じゃなくても客観的にもそういう子が多く生まれてるみたいです。で、その育てやすい子っていうのが、実は夜泣きの疲労困憊さの軽減につながります。それと栄養満点で育てると、ある程度は免疫が半年ぐらいはやってくれるので、その間回復することができます。お母さんの体の回復をしっかりとその間でやって、半年ぐらいで免疫切れますけど、そしたらちょっとやっぱり徹夜生活続くんですね。その時に無理せず体を整えておくと、疲労困憊具合が少し軽減されます。ところがそこでですね、早めに復帰するんだということで、半年ぐらいで仕事に復帰してしまいますと、風邪をひいてきてばかりの子供と、それを看病する仕事に復帰したばかりのお母さんということで、疲労困憊度合いがダブルで襲ってきてしまいます。半年ぐらいは風邪全くひかないって子は多いんですが、半年過ぎると風邪ばっかりひくってよく耳にしませんか？その時期に復帰してしまいますと、いつも熱を出して保育園から呼ばれてしまうっていうことになるので、できればね、すぐに復帰したい気持ちをぐっとこらえて、子供の看病になるだろうという半年超えのことも家でね、面倒見てもらったらいいかなって思っています。仕事が大変で、育児も看病で大変ってなると、本当に徹夜が続いてしまうので、それが原因で次の子不妊になってる人多く見かけます。できれば産休、育休、ゆっくりとって、育休の終わりかけに次の子を妊娠する。それが私は理想なんですけど、会社にとったらちょっと迷惑だしとかもしれないんですけど、ちょっとそんな感じでしっかりととってほしいなって思ってます。なぜそういうこと言うかというとですね、まあ、しーちゃん先生は産休、育休ないじゃないですか。なので、帝王切開でお腹切ったのに、1、2ヶ月ぐらいで復帰しちゃったんですよね。もうとんでもないことでございました。なんでね、復帰できたかっていうと、やっぱり半年間の免疫があって、ほとんど感染症になってないわけなんですよ。それでいけると思ってしまったんですよね。で、集団に預けてやっぱり半年後から熱出したりして、結構大変な目に遭っていて、フラフラでしたね。なので、次の子までは実は幼稚園に上がった後にトライしてまして、本来ならば39あたりで出産してるので、41からスタートするのがいいんでしょうけど、41ではね、もうとてもじゃないけど子供ができるような体力はなかったと思っています。なので43までちょっと何年間か空いてしまったのは、そういった早く復帰してしまったっていう私の失敗談っていうこともあり、皆さんにねお伝えしたいんです。
なかなか妊娠しなかった人が2人目3人目って妊娠するのは、やっぱりすぐに復帰してないっていうのがある程度の指標になるかなと思うんです。第1子すごく早く妊娠しましたよって言っていて、第2子第3子なかなかできないわっていう人は、やっぱりちょっと復帰が早かったとか、日頃のお仕事の量がちょっとキャパオーバーになってる可能性もあるから、ちょっと振り返ってみてください。以上3つです。1つ目、子供の看病で疲れているために次の子不妊になっている。2つ目、おっぱい成人で栄養がなくなってしまい次の子不妊になっている。3つ目、仕事の復帰が早すぎて次の子不妊になっている。この3つについてお話ししました。よくね、私お話しするんですけど、一人目の子と思いっきり遊んでいられますかって聞くんですよ。次の子って周り気にして、なんで私できないのかしらって言う前に、今いる一人目の子と思いっきり遊べるだけの体力があったり、遊んだ後に一緒におやつ作ったりね、絵本を読んであげたり、部屋の中で積み木で遊んであげたりとか、そういう遊びがね、思いっきりできるような状態ですか？それプラスお料理ちゃんと栄養満点で作るんですよ。かなりの体力がいるんですね。子育てしてるとものすごく疲れます。その疲れとともに、妊娠中も子育ては待ってないですよね。ですから、二人目っていうのは、一人目よりもものすごく体力が必要になってきます。感染症のリスクも上がってきます。一人目が熱を出せば抱っこしますし、うつりますね。これも非常に赤ちゃんにとっては負担になります。妊娠中に赤ちゃんが風邪をひけばママにうつる可能性は大ですよね。妊娠して体がかったるい、つわりで体重が減っているという弱々しい時期に風邪をひくっていうことは、お母さんも赤ちゃんも辛い体調になるということです。子供さんがしょっちゅう熱を出すっていう中で、お母さんにそれが移ってしまうという状態だと、妊娠継続非常に危なくなることもあるんです。しーちゃん先生の例で、妊娠中に上のお子さんの溶連菌がお母さんに移ってしまい、それによって早期に発水し、赤ちゃんも亡くなり、お母さんも亡くなってしまったという例があります。二人目の妊娠はお母さんが虚弱で、子供が虚弱ですぐ風邪をもらってくると危ないこともあるんです。妊娠出産って命をかけて行うものだと頭の中では分かっていても、私はこの早産になって赤ちゃんは死んじゃったし、溶連菌になってお母さんも死んじゃったっていう経験をしているので、一人目がいてその子が病弱でお母さんもそんなに強くないっていうのであれば、本当に元気になってから妊活してほしいなと祈っています。上の子を置いてそのお母さんは旅立ってしまったんです。だから虚弱なお母さんは一人目できただけでもいいと思って、気持ちを切り替えても私はいいと思っています。しっかりと体を作って元気になってから次の子に取り組んでほしいなと思ってこの動画を撮りました。メルマガ、アメブロ、インスタなどで情報を発信しています。ぜひチェックしてみてください。漢方相談をご希望の方はホームを置いておきますので、そちらからお申し込みください。しーちゃん先生でした。